が始まりました。ファーストポゼッションは名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。ヤンジェミンがコントロール、須田がマッチアップ、ネイサン・ブースのトップからのスリー。得意なプレーですよね、ブース選手ね、はい、渡辺翔太と斉藤匠、斉藤とこのエサトンのピックアンドロール、どうでしょう。斉藤一人で行きました。ファールが前から当たりに行きます名古屋です。なんとかフロントコートファール、これも落ちる。エサトン、フランクス自分で行きました。いや、ここの斉藤選手と小林選手のマッチアップも面白いですね、はい、ただ斉藤が勝ってエサトンに合っています。いいコインプレーですね。ここからレインパークスジュニアにかなりサーベが激しくいきます。フェイダーウェイ、ここはレインパークスジュニアがうまく決めました。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、エサトンは中に通した。佐藤拓磨、逆サイドで手を挙げた菊池真奈と、その菊池がキャッチアンドスリー。いいですね、菊池ですね。レイパークスジュニアコントロールしながら下がっていきます。落としてしまいましたが、2本目どうだ、落ちた。ここはゲルン、ちょっと確率が悪かったが、それでももう一度今度はネイサン・ブースが拾って、仙台はストップすることができるかどうか。アンダーでいったヤンジェミン、2人で中東囲まれた、ちょっと場所がないか、それともエサトンによく通しました。澤部キックアウト、外小林亮太のスリーだ。ぐるっとまでパンプフェイク、冷静でした。レリオ菊池真奈とポイントガード、司令塔は坂本聖雅です。ロバート・フランクスにはエリック・マーフィー、フランクスのスリーがどうだ。中に佐藤拓磨に入れた、ただここダブルチーム、外が空いた。菊池真奈とのスリーがどうでしょう、来た。仙台はもうファールがペナルティに入りました。斉藤匠からエサトンのカットイン。逆に名古屋はこのポゼッションで決めたいところで、フランクスだ。タブショット、雨だ。残り1分10秒、走る中東、レイパークスジュニアだ。3連続3というのがありました。91番片岡も来ていますが、さあネイサン・ブース、阿部亮、いやアタックに行ったか、阿部亮2点取った、あえて2点取りに来ましたね。もうそして入れます、エサトンに通りました。9点、4点差、阿部が3打ちましたが、名古屋が勝利ということになりました。